をかけた強者と評される晴れの日ランナーズ、対するチームファーストは巻き返すことができるのでしょうか。現在1番人気はリトルココン、虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はライスシャワー、2番人気はグランプリウマ娘グラスワンダー、真っ向勝負に注目だ。気合十分、いい顔してますね。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは4番、6番、2番、期待通りの結果を出せるか。1番人気リトルココン、長丁場のこのレースですが、4番早くも先頭に躍り出た。6番と4番、2人とも花は譲りません。2人がレースを作りそうですね。さあ花に立てるは4番、このままリードすることができるか。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、4番快調に飛ばしていきます。先頭から後方まで隊列は縦長になっています。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。4番まだリードをキープしています。続きました6番、そしてその後方には2番、4番手にライスシャワー、5番手7番、後から3番そしてグラスワンダー、少し後ろからエイシンフラッシュ、内の方からリトルココン、9番並びかけてきた。後方2番手に10番、8番現在しんがりだリトルココン、果たしてどうでしょうか。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。向こう正面に入って先頭から新型までおよそ13マシン、順位を振り返っていきます。先頭は相変わらず4番、続いて2番、6番、3番手そしてライスシャワー、2マシン離れて7番、外から行くエイシンフラッシュ、そしてその後ろから行くのはグラスワンダー、内をついて3番、外から外から9番、そのうち並んでリトルココン、その外並んで10番、ポスッと1人8番、残り 1000m を通過、意気揚々と先頭行きます。4番どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、依然先頭は4番、大欅を超え4コーナーへ、まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。さあ外から先頭を伺うのはライスシャワー、グラスワンダー前を狙っていると。さあ誰が最初に仕掛けるのか。ライスシャワー2番手につき様子を見守る。最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのは4番、ここで先頭に立ったエイシンフラッシュ、栄光まで400、グラスワンダー並びかけてきた、グラスワンダー完全に抜け出した。グラスワンダー見事なごぼう抜きを見せる。200を通過、グラスワンダーリードは2マシン、食い下がるエイシンフラッシュ、グラスワンダー足色は衰えない、勝ったのはグラスワンダー、見事な走りで勝利を手中に収めました。やりましたグラスワンダー。そして青春杯の歴史に残る名勝負を見事制したのは晴れの日ランナーズ、2着はエイシンフラッシュ。